皆さんこんにちは、バルです。リマールド続きをやっていきたいと思います。前回あれだね、久しぶりに人間の襲撃2回目が来ましたね。で、近接武器ばっかりだったからまあイージーだったんだけれども、被害は全然なかったんだけれども、っていう回だったね、前回はね。今回は多分バロさんたちが今キャラバン隊で、外に出ているので、まあ、それが帰ってきて、ウランとプラスチールが手に入りし次第、また宇宙船の着手ができていけれればいいなとは思ってるんだけれどもね。で、寒波も過ぎて、まあ外気温は0度。冬2日目、午前9時、外気温0度。だけどまあ問題はなさそうだね、とりあえずね。大丈夫だね。で、もうバロさんたちも帰ってくるね。オッケーオッケー。もう帰ってきます。なので、まあ皆さんね、それぞれの仕事をまあしてもらいましょう。ちょっと待って。お酒飲んじゃったなぁ。イリナね。まあいいけど。あ、いいですね。痛みが、ちょっと感覚が悪くなるんだね、酔い始め。お酒を飲むと。なるほど。お酒でポカポカ。なるほどね。心情が上がる。お酒じゃあ一つ、オンにするか。まあちょっとアルチューは怖いけど。ジャケットいっぱいあんな。治療が必要。ジェットさん。ジェットさんそれいいわ。はい。あ、帰ってきたね。バロビレッジに帰ってきました。はい、おかえり。じゃあとりあえずバロさん。あら、バロさん治ってんじゃん。千景虫。素晴らしい。OK。で、バロさん21歳になってんだね。これ始めた時18歳とかじゃなかったっけ？まあ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 、とりあえず荷下ろしをして、宇宙船を作りましょう。まあ何はともあれ。全然食べてないもんな、これ。なんでこれベリーここに置いてた？ベリー×なんだけどな。ケンダ？はい。オッケーオッケー。お金もこれで大量に手に入ったね。天心城。あ、お米もできそうだな。収穫できたらもうちょっといいわ、これ。種まきの許可オフ。はい、オフ。よし。はい。ジェットさんは？あ、千景虫治った。
治ったね。あ、よかった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 。よしよしよし、まああとはぼちぼちやってもらう感じかな。うん。でまあこの中にもろもろ入れてもらってっていうところかな。まあそんな感じだろう。ウランも117。うん、うんうん、これエクサご飯作ってんな。6か、悪くないねー。けどこうだな、一つ優先順位を落とそう。うん。他のことをやってもらいたいな。うん。で、基本的にブライヤーとホタルでご飯は作ってもらいたいし。お、持ってってる持ってってる。素晴らしい。はい。あ、これでプラスチールが入った。あとはコンポーネントが3つ入れば、作業に入れるね。プラスチール129、スチールが628、ウランが77。お、意外に足りてねえなこれ。これ大丈夫か。アイテムを生成しました。バイオ液化燃料、これだね。これあれだな、今回でできるかな？あの、この骨組みだけね。うん。お、作り出しましたよ、ローリー。イリナが作ってくれるんだったら安心だな。確かイリナ建築18。素晴らしいね。物覚えが早い。っていう能力がついてるから。いいですね。イリナ作ってくれるんだったら安心。ん？暴風雨になってる、外。雨降ってるけど。もう収穫しちゃおう、ついでに。いいっすね。いいっすね。この回でできそうだね。一応その宇宙船はね、うん、うん、おっと火災発生？でも雨降ってるから多分大丈夫だと思うんだよね。このまま、あー多分消える、消えてくれる。うん、あ、できた。よし、素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。うん、オッケーオッケーオッケー。あ？なにこれ？半物質エンジン ×2？ なにこれ？え、これエンジン1個じゃ足んないってこと？これ。うっそ。大丈夫？もう不安でしかないけど。まあ、とりあえず。え、マジで？これ足りない？本当に。
エンジンこれ2ついるってこと？必要3って書いてあるけど、もしかしてこれに応じているってことかな。あと600工程とかあるもんね。ちなみにこのエンジンはさ、ブラスチールが140、先進コンポーネント6、ウラン70。嘘でしょ？めちゃくちゃ素材いるじゃん。これ、あれだな、本当にウランとか、コンポーネントとか、めっちゃ素材がいるね、宇宙船ね。まあ一つずつやるしかないよね。じゃあジェットさんやることないんだったら、洋服作ろう。シャツでハイパーウェーブ、うん、はい、3つ。あ、バラさんやってくれるのかな。うん、まあどうかな、いい時間だからちょっとみんな寝だしたし時間を飛ばしていきましょう。さてできましたね。うん、一応ね。足りません。エンジンが足らないってことだねこれ。おいおい、マジか。本当に足らないなこれ。先進コンポーネントが圧倒的に足んない。まあ、とりあえず、1、2、3、4、5、6、1、8、9の VIP で10。よし。これで、これさ、こんなにいらなかったな、これ。これ1個解体しちゃおうか。あ、ダメか。やっぱりいるね。うん。と、エンジンがもう一個いる。もう一個いるのかな。本格的にほぼ全く足らないもんね。いろんな物資が。うん。そうだね。まあちょっと物資の旅になるなこれ。うん、このままだったらね。まあちょっと致し方ないけど。うん。そうだね。これは狼に完全にやられたね、これ。はい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 。ここにもいるわ。これは、ワーグ君にやられたな。お肉はね、いっぱい落ちてるね。うん。太陽フレア。はい。これで、あれだな。電気が使えなくなっちゃったってやつだね。まあこんな感じかな。これはまたもう一回ギャラバン隊で、出ていかないとダメだな。すべてにおいて足りてないもんね。ウラン14、うん、ウラン7しかないし。圧倒的に足りてないね。
スチールも足りてないのかな、これ。コンポーネントも全然足りてないもんね。いや、先進コンポーネントが全然足りてないのか。30個いる。先進コンポーネント30個いる。これには先進コンポーネント使うじゃん。じゃあ36。マジかー、大丈夫かなこれ。いろいろと足りてないね、完全に。これ大丈夫？太陽フレア大丈夫かこれ。まあね、ここ電気関係ないからね。あれ、じゃあ電動ミシン、いや、そっかそっか、関係ないんだよね。そうだね。もう一回物を、そうだね、もう一回物をやっぱり売りに行きますか。ハイパーウェーブのシャツ素晴らしい。そうだね、ちょっとじゃあ今回は、いや前回と同じメンバーでいっか。そうだね。エクサホタル、エクサホタル、バルさんを連れていくか。じゃあワールドマップで、ここまで何日かかるのかなこれ。5日。2.4。これあれだよな、やっぱり敵対してるから。やっぱりこう近場に仲間のあれがないと難しいな。一回ここに行ってみるか。ではキャラバン隊構成して、エクサホタルバロさんと、モフエモフオ、物資で、この前50持ってたんだっけ。じゃあ100持ってっか。100持っていって、まあもろもろ売れるものを、コンポーネントも4しかないじゃん。布200持っていきの、あとは売れるもの、ビール、ナイフとかね。デカドリンク砲だけ置いていって、
防弾チョッキ、防弾パンツ、うん、こうして鉄製ヘルメットも売る。うん、でゴールドを100持っていこう。 OK、 とりあえずこれだけ持っていきましょう。うん、でルートでここね、はい、 OK、 で受諾よし。とりあえずあそこに行ってみて、なんていうんだ、何にも、ウランとかもろもろが買えないんだったら、下の方にちょっと行ってみたいと思います。いろいろ買わないとまずいよね。とりあえずコンポーネントを、うん、大量にまた作ってだな。ってことはスチールが足んない、スチールがない、スチールが全く足りない。あれだな、あれもこれも足りないな。そして電気が戻ってこないっていうね。うん、うーん、大丈夫かな、お酒とか。あ、太陽フレア終わったね。よしよしよし、これで電気が戻ってくる。よしよしよし、オッケー。うん、このタイミングで木笛は身ごもった。あら、いつの間にかお米収穫できてたね。うん、907に増えてる。うん、君ももう治りそうだね、怪我が。では逃がしてあげるか。うん、もう治るね。おっとっと、ちょっと待って、なんだなんだ、嘘でしょ、嘘でしょ。マジかそれ。当たった、よし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 。撃てる、撃てない、撃てない、撃てない。大丈夫か、いるな、これ罠にかかってくれたらいいんだけどな。かからないか、かからないか。あ、やばい、バカ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 、あぶねえ。髪傷、酔い始め。なんで、なんでご飯食べてんだろう。うわ、嫌な予感しかしない。やばいな、ローリー狙われちゃったな。よし、オッケー、
どうにかなった。あー、どうなるかと思ったけど、さすがだな。まああとはイリナが、イリナ、うんうん、オッケーオッケーオッケー。ちょっとサクッともう休んでもらってパウルソンに、はい、あ、行ったねー、バロさんたちねー。うん、よしよしよし。スチールは入ったっぽいな。いや、まだ足りてないんだな、全然。あ、全然足りてないね。うん、全然足りてない。またスチールも買ってこないとな、これ。うん。あ、オッケーオッケー。よし。オッケー。はい、エクサのキャラバン隊は出ていきましたね。よしよしよし。品質 76%。 うん、まあ悪くないけど。お肉は超大量にある。どうかな、これ切っとくか。うん、みんな寝たね。じゃあ、じゃあとりあえず今回はここで終わりましょうかね。そうだね、今回はここで終わりたいなと思います。次回ね、また宇宙船の着手やっていければなやと思っています。うん、それでは今回はここで、最後までご視聴ありがとうございました。